新会社は三菱 UFJ とアメリカで高速データ配信を手掛けるアカマイテクノロジーズとの日本法人です。仮想通貨に使われるブロックチェーンの技術を活用して世界最速処理の毎秒1000万件を超える高速決済システムを2020年前半に実用化する方針です。キャッシュレスによる少額決済の件数が劇的に増えても低いコストで処理できるとしていて、三菱 UFJ では幅広い企業にシステムを提供して新たな収益の柱にしたい考えです。